お世話になっております、マサルです。今回は標的型攻撃について一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まず標的型攻撃とは何か概要をお話しします。その後標的型攻撃の流れをお話しして、最後に標的型攻撃への対策についてお話ししたいと思います。それでは始めていきましょう。標的型攻撃とは、機密情報を盗み取ることを目的にして特定の個人や組織を狙った攻撃を行うことです。特定の個人や組織をターゲットにするため、攻撃の成功率を高めることができます。しかしその分、攻撃にかかるコストは高くなる傾向があります。従来は大手の企業が中心に標的型攻撃のターゲットになってきましたが、最近では中小企業に対する標的型攻撃も報告されています。また標的型攻撃と対比するものとして、バラマキ型攻撃というものがあります。フィッシングメールに代表されるバラマキ型攻撃は、不特定多数をターゲットにするため攻撃の成功率は低いのですが、その分コストを抑えて広範囲に攻撃をすることができます。ここで IPA が公開している情報セキュリティ重大脅威2023を見てみましょう。組織部門において標的型攻撃は第3位にランクインしています。標的型攻撃は毎年上位にランクインしているため、特に注意が必要な攻撃です。次に標的型攻撃がどのように行われるのか流れを見ていきましょう。まず攻撃者は攻撃対象の情報収集を行います。メールを利用した情報収集、電話を使った会話からの情報収集など、さまざまな手法があります。事前の情報収集には時間がかかりますが、標的型攻撃の成功率を上げるためにとても重要な作業です。攻撃者は収集した情報を利用して攻撃を仕掛けます。代表的な攻撃手法として、標的型攻撃メールがあります。添付ファイルをつけたり、本文中の URL をクリックさせようとするのは従来の迷惑メールと変わりませんが、事前に収集した情報を使ってターゲット用にカスタマイズしてメールを送ることで攻撃の成功率を高めることができます。例えばターゲットが普段利用している形式を真似したメールを送ることで、ターゲットがメールを信じて開封する可能性を高めることができます。標的型攻撃メールによってターゲットが何かしらのマルウェアに感染すると、感染端末から情報が流出してしまう危険性があります。標的型攻撃は狙われた組織向けに巧妙に作り込まれているので、完全な防御対策を立てることは非常に困難です。よって被害を最小限に防ぐための対策を考えることが現実的です。まず攻撃の侵入を防ぐ対策として、入り口対策を行います。例えばファイアウォールによる通信制御などは入り口対策にあたります。しかし標的型攻撃のような高度な攻撃は、入り口対策では防ぎきることができません。そこで標的型攻撃の対策として大切なのが出口対策です。出口対策とは、侵入を許した後に被害の発生を防ぐ対策のことを言います。出口対策の例として、機密情報が外部に流出しないように、内部から外部への通信を監視したり、機密データを暗号化しておくことで外部への流出を防ぐことなどが挙げられます。標的型攻撃の対策として出口対策が大切というところは覚えておきましょう。以上、今回は標的型攻撃について一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になります。発売日は2023年9月26日、全国書店にて発売です。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。標的型攻撃の一つとして APT 攻撃というものもあります。 APT はアドバンスドパーシステントスレッドの略です。特定の標的に対して高度かつ執拗に行われる攻撃のことを言います。別名高度標的型攻撃ということもあります。 APT がどういう点で高度なのかというと、APT はもともと原子力発電所や軍事施設といった国家にとって重要な機関を狙って行われていた攻撃です。つまり国家単位で支援されている攻撃ということになります。その結果、 APT の脅威は私たちが日常的に目にするような攻撃とは全然レベルが違います。そのため APT は高度標的型攻撃と呼ばれます。守る側はどんなにセキュリティ対策をしても完璧に脆弱性をなくすことはできないため、 APT 攻撃を防ぐのは非常に困難だと言われています。 APT 攻撃、とても怖いですよね。
それでは最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。